いちご、一個言うとくわ。あんた、勘違いしてるで。どういう意味だよ。選択権はこっちにある言うてんねん。うちらがあんたの力を見て、あんたをほんまに仲間にしたいと。自分の立場、よう考え。フォローの抑え方も教えたる。けどな、力がなかったら知るかい。わかったらさっさとフォローかし、力見たるわ。断る。選ぶ権利ない言うてるやろ。あんたがビビってフォロー化したない言うならしゃあない。うちが直接あんたん中のフォロー。おいおいおい、待ちなよ、ひより。ひより、面を持っとるからバイザーと言うねんぞ。フォロー化ぐらいするわい。あんたほんまに死ぬで。よう、ここがわかったな、イチゴ。ここに来たちゅうことは、俺らの仲間になる気があんねやろ。俺はお前らを利用しに来たんだぜ。お前らの仲間にはなんねえけど、俺の中のフォローを抑える方法は。ええ加減にせえよ。まだわからへんのか。ええこと教えたるわ、挽回し。うるせえ。あっという間にフォローを押さえきれんようになる思ってビビってんねやろ。ビク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 しやがって。ええわ、もうそな嫌なら好きにし。こいつはどうやって仮面をつけ外しして直接戦ってるんだ。いくらでも見られる。見て考えればわかるはずだ。あいつに魂を明け渡すのは。文句ないな、日和。お前もよう分かったやろ。頭やら体やらで考えたぐらいで抑え込めるような代物やね。合格や。フォローの抑え方、魂の芯まで叩き込んだるわ。ルメシ遅いの。日和、お前なんか食うもん作れ。今日当番だろ。掛け声でもかけたらいいんやろ。ほーれ、見てみよう。やって、誰だ。フォローの抑え方叩き込んだろとか偉そうなこと言ったかったくせに。そうや、お前がアホや。お前だけアホや。そのーもおー、ご苦労さん。今食べる。おー、クークー。またパーゲットできた。ドッタのベリタン、終わりじゃ。こんなてかだ、シノゴの言わんとっぶ倒れるまでこがんかい。そのポンコツ日和ウォーカーはスーパー。こっから先の修行の基礎や。フォロー化の制御教えたるんは、最低3日以上ぶっ通してこぎ続けられるようになってからや。こいつを使って何日目でぶっ倒れるかで俺の最大霊力量を測るのが目的なんだろうが。お前らバイザーとの遊びに付き合ってる暇なんかねえんだよ、やがましい。宝玉の覚醒期間も知らんやつがよう言うわ。宝玉のこともフォロー化のこともよう知りもせんとごちゃごちゃ抜かすな言うたんじゃ。詳しい話はまた今度や。とんでもないスピードで手に入れてきてんねやったな。なんでそんなことまで知ってる。いくで、一応ハッチ、二重断層結界や。聞こえるか、イチゴ。お前はこれから一度完全にフォロー化する。食われたらそこでしまいや。ハッチ、ここにも結界や。それからイチゴの五体に封印や。爆動の75、五重鉄管。いや、久しぶりじゃねえか。ずいぶん浮かねえ顔してるじゃねえか。え？残月のおっさんはどこだ。俺の持ってる
こいつのことが残月だ。来たで。殺さんとけよ。ヤドウマリリサイ。てめえ、残月のおっさんをどこへやりやがった。てめえは分かってるかどうか知らねえが、俺と残月はもともと一つなんだぜ。一つの肉体を共有するものの、主従が変われば姿も変わる。俺の力が増大し、支配権が俺に移り、残月は俺の一部になる。ここで俺がてめえを倒せば、残月のおっさんはまた俺の力の中心に戻ってこれるってわけだ。無理だって言ってんだな。てめえ、いつの間に挽回を覚えやがった。ここはソウルソサイティじゃねえか。千本桜。それが今の K の力か。何言ってんだ。一体何がどうなってんだ。クソ、どういうことだ。こんな時に切り抜いてんじゃねえよ。だから切り抜いてなんかいねえ。では月が戦士よ。もたくさ死のや一号、ほんまにお前を殺さなあかんようになる。言ったろ、てめえは下手くそだ一号。てめえはただ俺の戦いを見よう見まねで模倣してるだけだ。諦めな、てめえに挽回は。実際お前は最低だよ小僧。え、ガリア。8人全員でローテーションやから、10分かける8で80分や。10分かける7で70分や。強かった。思っとったよりだいぶ。気をつけて戦い合いよ剣聖。なんやあいつ、マジやんけ。なんだと。ホロー化制御のための内在闘争の限界時間は1時間前後。ガリア。幻覚だ。ここがお前の心によって作られ、そこに私が存在するということは、貴様は常に戦いが終わった後後ろを振り返る。うわっ。残月はどうした。お前は今残月を失っている。それほど武器が欲しいか。ならばくれてやる。残月のおっさん。悪いな、私で。残月はこの中にあるんじゃない。どうした、武器を手に取らないのか。残月。これでお前に勝手なことは言わせねえぜ。ならばそれで私を切ってみろ。私を倒したことを後悔しているこの刃ではな。一人破っても次に強き者が現れ、その栄光なる行為に耐える覚悟がなければ、いつかは自身が破れる。その時真っ先に命を落とすのは前のような甘いやつさ。お前には矜持というものがないのか。残月か。残月じゃねえよ。武器なくしたまま何をぼーっとしてやがんだ。人と馬だとか二本足と四本足だとか、そういうガキの謎かけをしてんじゃねえぞ。だからてめえは俺より弱えんだよ。いくよ。てめえを潰して俺が
王になる。剣本能。くそ、どうやらてめえにも少しは残ってやがっ、俺を倒しやがったんだ。とりあえずはてめえを王と認めてやるぜ。俺はいつでもてめえを落としててめえの辛いを踏み砕くぜ。せいぜい死なねえよ、気をつけろ。